こんにちは。ご視聴いただきありがとうございます。今日のトピックは何ですか悠仁様の下僕、スケ三角三どもに東大入学を週刊しが、衝撃暴露、不正入学を疑われるのは、の懸念も、一個だにせぬき子様の傲慢。悠仁様の東大不正入学計画に国民からの大反発。現在、高校三年生で、 大学受験を控えている秋篠宮家の長男、悠仁さま、貴子さまは、悠仁さまの東大合格に向けて、学長への直談判など、様々な策を労されているようですが、こうした意図的な工作活動は、国民から強い反発を招いており、ついには、大々的な悠仁さまの東大入学反対運動にまで発展してしまっているようです。また、 今年の夏には、昆虫学のオリンピックとも称される、国際昆虫学会議に悲惨人様を出席させたのですが、こうした行動も、皇室特権を利用した東大入学のための卑劣な特典稼ぎだ、と反発を招いているようです。こうした事態を鑑みて、日韓現代は、悲惨人様、親がかり、の、東大推薦、 12,500人超の反対署名、死亡校変更に現実味も、と題する記事にて、紀子様が悠仁様の東大入学を断念し、死亡校を変更される可能性もあると指摘しています。4年に一度開催されることから、昆虫学のオリンピック、と言われているのが、8月25日から開催されている、第27回国際昆虫学会議。 今年は秋篠宮家長男の悠仁さまが招待され、知的に参加されたことが話題となった。26日、ポスター形式で発表されたのが、悠仁さまが研究に加わっている皇居のトンボ賞。悠仁さまは前日25日の開会式に臨席された秋篠宮ご夫妻と日帰りで帰京されているが、 展示会場で質問を受けるなど海外の研究者に応対したことが伝えられている。来年大学入学を控える久人様の本命が東京大学農学部で、一般入試ではなく学校推薦型選抜に挑むと言われています。大学入学共通テストを受験し8割以上の得点が求められますが、選考に際し重視されるのが研究や課外活動の成果です。 キコ様が悠仁様の東大入学を小学校時代から指導してきたと言われています。女性週刊式者。だが、悠仁様の学会デビューに批判の声も、秋篠宮ご夫妻は意図されなかったとしても、悠仁様の学会デビューに同伴されたことは、親がかりと見られてもいた方ない面もあります。 皇族という立場で東大に推薦で合格することをよく思わない国民が反対する署名を行う事態になっています。宮内庁としてはこの動きを無視するわけにはいかないでしょう。女性週刊式者、10日から署名サイト、チェンジ、ORG で実施されているのが、久人様の東大進学に反対する署名活動だ。久人様が東大の推薦入試を悪用し、 将来の天皇として特別扱い、で入学されることは、象徴天皇制を根底から揺るがすこととなるため反対します。というタイトルが付けられた署名に、12,500人以上が賛同している、皇族が特権的に東大に進学することや、将来の天皇が学歴にこだわることに反対する声が数多く寄せられています。 皇族といえども学びたいという気持ちは尊重されるべきですが、多くの人が一般の受験生を押しのけて東大に合格することに疑義を呈しています。しかし、ここまでの事態になってしまったのは、宮内庁の責任が大きいでしょう。皇室ジャーナリスト、日刊現代デジタル、2024年8月28日配信、ス三角さんの東大入学を格索されるキコ様、 また、このほか現在、話題になっているのが、キコ様が、ヒ仁ヒト様のみならず、ヒ仁ヒト様の中学校時代からの語学有権付き人のような存在であった友人に名通称スケ三角さんを東大に入学させようとされているという問題です。祝福高には、お茶の水女子大学付属中からの同級生が、ヒ仁ヒト様と一緒に進学している。 できることなら一緒の大学に進学したいでしょう。しかし、親しいご友人だからといって、久人様と同じように学校推薦を受けて、一緒に東大へ、となろうものなら、ご本人は愚か周囲にまで特別扱いが及ぶのか、との指摘は免れません。前室、皇室ジャーナリスト、となれば、この推薦を受けずに東大を目指す生徒は、 一般入試を受けなければならない。名門の地区札科の生徒にとっても、一般入試での東大は狭き門。ですから、久人様と親しい語学友が、一緒に東大に進学できる保証はありません。せっかく培われたご友人との関係が継続できない可能性があるというのは、久人様にとっては大問題でしょう。このように、こちらの記事では、 あたかも悠仁様の実質的な付き人であるスケ三角さんを東大に入学させることは、世間から厳しい目を向けられるため難しい、というようなことが書かれているのですが、実際には、すでに、悠仁様同様、その語学友であるスケ三角さんも事実上東大入学は内定状態だ、として、ある秋篠宮家関係者は次のように語ってくれました。 悠仁さまを初の東大出身天皇とすることが紀子さまの悲願であると、いくつかのメディアにて報じられていますが、強欲な紀子さまですから、それだけで十分であるとは思っておられないようです。悠仁さまの優秀さをアピール、とは言っても、実際には単なる捏造なのですが、ともあれ、広く国民に、悠仁さまは優秀だ、と信じ込ませるためには、 その語り部としての友人の存在が不可欠であるとキさ様はお考えのようなのですね。そもそも、助三角さんは悠仁様の付き人をしているのは、子さ様が、畜譜入学と、その後の東大入学内定という恩を着せたためであると噂されています。週刊誌の記事で書かれているように、悠仁様が、語学友との別れに焦りを感じている。 といった様子などもほとんど見受けられませんから、やはり、久人様同様に、助三角さんも、東大への入学が内定していると考えて問題ないかと思います。秋篠宮家関係者、地区府入学前から決まっていた助三角さんの東大入学計画、こうした関係者の話を裏付けるように、女性セブン、2022年4月7、14日号、 に掲載された、悠仁さま。三年後に待ち受ける大学受験、語学友と一緒に東大進学、計画も、と題する記事には、次のように書かれています。悠仁さまの場合、大学までエスカレーター式に進学できない。三年後には、厳しい大学受験に臨まなければならない。そして、紀子さまの悲願は、 悠仁さまの東大入学だと言われている。せっかくなかだかで培われたこの語学友との関係を継続しないのは大変もったいないことです。ここまで来たら、同じ大学への進学を目指されるのではないでしょうか。前室、区内庁関係者、女性セブン、2022年4月7、14日号、悠仁さまのみならず。 その月人2名までも無理やり東大に入学させようと画策されているキコ様。皆さんは、このような、秋篠宮家による皇室特権の乱用について、どう思いますかぜひ、コメント欄に感想や意見をお願いします。このニュースについて、人々がどのように反応したか見ていきましょう。ここまで来ると国辱ものです。ルールを守らない。 いやそもそも守る気のないキコという女。そのわがままをいさめることすらできない日本の官僚どもの無能。総理大臣は知らん顔で人気を全うすることだけに頭がいっぱい。これら入試の構成を害するキコの企みは、すべて刑法違反で、偽計業務妨害罪が成立します。東大学長や筑波大学長に無理を通すために賄賂を渡せば、増収賄にもなるのです。 警報違反行為を誰も止められない宮内庁周辺のきっそれでいて一般市民が反対署名を集め出すと、どこからともなく公安刑事が姿を見せて暗躍する。まるでプロの活動家のようなレッテル貼りをやろうとまでしてくる。陛下、もう秋市の飲み焼けは解役するよりたありません。久人には特支え教育をするしか選択肢がなかったのに。 それを脱学衆院宣言までして逃げたキコに全責任があるのです。すでにつくば大付属高に入学した時点で義兄業務妨害罪は成立していますので、刑法違反を口実に、皇室天板11条2項による皇籍剥奪を、キコの起こり方は、なるほど静岡駅南にあったバラック住宅出身の童話皇族らしい、自分のこの不出来は完全に棚にあげ、 学校が悪い、同級生が悪いと、旧段階を仕掛ける街道の手口、上等手段そのものです。こんな恫喝を学校に向かって行っておいて、将来どんな失て返しが来るか、紀子にはわからないのでしょうかね。すでに台湾マスコミも日本より通列な悲佐人批判記事を続々公開しています。日本皇室という、完璧であるはずの聖域で、 ここまで乱チキ騒ぎが続いているとなると、平王室のスキャンダルよりずっと面白くなる、キコのいかにも童話皇族らしい物事の発想形式、因縁のつけよう、周囲を困惑の極限にまで落とし入れ、最後は東大へ三人まとめて推薦させようとの川山陽に、まんまと教師全員がはめられている格好なのです。生徒の前で、無法なキコの川原 もらはらに屈する姿を見せることは教員として恥ずかしくはないのですか将来は評論家やジャーナリストになる生徒も必ずいるつくふです。これぞまさに未来に過婚を残す学校運営の最たるものですよ。思えば、代々の宮内庁長官や西村元長官、吉田大夫も多くが東大法卒です。彼らは自力でちゃんと東大を出て、さらに官僚として激戦の結果、 その地位を得ている、いわゆる勝ち組中の勝ち組なわけです。ところが、キコはそのすべてをスルーして、違法手段でもって東大卒の肩書きだけをつけさせ、久人を彼らの上に立たせようと考えている。それどころか、愛子様を学歴で組み伏せることが、キコの人生最大の目的とまで化している。この歪んだ被差別意識、多発感情、下克上精神、 報復感情を隠そうともしないキコではあるが、知的障害があり難聴のヒサヒトを持ち、皇室の中ではただ一人、障害児の母という負け組になってしまった。はっきり言って、ヒサヒトとは皇室全体のお荷物であり、国民も全く支持しない不名誉な存在、いわゆるチブとなったのです。その迷惑そうな関係者の顔を見ては、キコは逆上し、 お前たちの誇る東大卒の肩書きをこの障害者久人に不正に与えさせることで、その価値をズタズタにしてやるわ。問いわんばかりの勢いで、壊しにかかってきているのが元凶と言えます。はっきり言って、これはキコのうっぷんばらしそのものなのです。男子さえ産めば皇后になれると宇頂天になったのもつかの間。ようやく高齢出産した息子はポンコツ頭でしかなく、 更新工害期でもあった。出産直後から第三条拝着が囁かれ、ロアと判明してからは、ハワわワわワわとの規制がうるさいと、座敷老に相当する八千万プレハブ療育等を離れに立てまし、そこに看護師丸投げで遊兵し続けた。自分の中のコンプレックスを医者するためにだけに製造した人造人間の出来上がりが思わしくないからと。 高校生になるや座敷牢を用意させ、表情筋麻痺するまでに過酷な顔面整形手術を受けさせもして、紀子本人の焦りとうさばらしから、障害児息子を教育虐待、整形虐待するいびつみ切った日々が続いてきました。この悪夢の18年が、ここまでの国民との距離を作り、今や日本では、子育て上、最大の反面教師が紀子だという、 スーパーモンスターマムになってしまったのです。そのキコがさらなる不幸を呼び込むことになるのが、女格の同伴灯台裏口入試です。本人らはすぐに特定されるでしょうから、その学歴は就職でもまともには評価されず、マイナス要素にしか作用しません。言うなればキコの犯したい方行為の共犯者でしかないからです。皇室のルフィ、キコから目をつけられ。 義兄業務妨害罪の共犯者募集に応じ、つくふうらぶち入学という赤信号を三人で渡らされた関係としか国民は見ません。それをまた東大で、同じく義兄業務妨害罪を繰り返せとやっている。犯罪者は共犯関係に一度なると足が洗えなくなり、毒を食らわば皿までとなってしまう人間の悲しきさがを、ここでも見てしまいました。 動画を最後までご覧いただき、ありがとうございました。皆さんのご意見や感想をコメントしていただけると嬉しいです。次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。